ジャマイカとキューバに1年ずつぐらい住んでた友達がいて、道を歩いてるだけで10分以内に誰かに絶対ナンパされるって言って。友達がキューバに住んでた時は、50歳ぐらいのちょっとご年配のスイス人か何かの女性の方が、20前半の方を結婚相手として連れて帰ったって言ってたぐらい。で、それもナンパで結ナンパで、ナンパで。私みたい。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このメンバーはね、前回1年に一度は食べたい贅沢料理で、はい、おかげさまでね、どの回数も再生回数めちゃくちゃ上がってるんで、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。今年は今ダイエット中ですよ。本当？はい、どうなの？だから毎日このサイズぐらい飲みますよ。何？お水？はい。3800ミリ。何？お。すごいな。毎日よ。毎日？1ギャロン。1日かけて飲むんだ。はいはい。それ全部飲むの？はい、全部飲みますよ。はい、おすごいね。おー、どう皆様、どう？やばい。一生懸命飲んでる。もうな、飲んでる姿だけが面白いから。これは？うん。何？このティアラみたいなやつ。ああ、はい。もうすぐバレンタインデー来るよ。はい。女性らしさを際立たせる。はいはい。皆様、独身の人、連絡して。大丈夫ですね。そのやり取り大丈夫、うん、一応ね、いつでも、うん、募集しとこうか。で、今ので思い出したんですけど、やっぱりね、なんだろう、 YouTube やって一つ大事なことがあって、視聴者の方にこれもちろん配信してるんで、やっぱね、シノニーさんの今の視聴者とのやり取り、これがね、非常に大事だっていうことに改めて気づいたんでね、ちょっと皆さんもこうね、積極的にね、番組、うん、視聴者の方に語りかけるようなトーク、ありがとうございますっていう感じで。じゃあ私にも誰かいないですか？もうそれはもうお願いします。随時素敵な方お待ちしてますっていう、番組を通じて募集するっていうのは、いくらでもやってください。今日もこの3人と一緒におしゃべりするだワーン。今回のテーマはこちらです。私の愛するスープ料理を恋愛に例えてみたら。今日はですね、皆さんが愛するスープ料理を恋愛、あるいはですね、男性に例えてみたらどういうスープなのか教えてください。まずはシドニーさん、あなたの好きなスープを恋愛に例えるとどんなスープでしょうか？一番好きはコークスープ。ちょっと貝みたい。はい、貝、何、ハワイアンの大きな貝、この肉の中にレストランでカットして、はい、鍋入れて、うん、スープ作りますよ。コネティカット州はたくさんジャマイカンレストランありますよ。ジャマイカ料理なんだ。はい、はい、どんな料理？クラムチャウダーとか、なんかすごい。はい、その感じですけれども、ちょっと違う肉ですよ。近所のジャマイカンレストラン、毎日作らないよ。毎週の金曜日だけ作りますよ。そうすると、たくさん人並んでる。うん、ちなみに何ていうお店ですか、それは。ダン、D-U-N-N、彼の名前。うん、あ、彼の名前。はい、コンクスープはどんな彼になるんですか？うん、すごく美味しいよ。はい。
サイズはちょっと大きすぎよ。今ダイエット中ですよ。1カップ、2カップ欲しい。このぐらい。このサイズ。スパイシーのチキン、一緒に食べて。でも今ダイエット中ですよ。だから。ダイエット中だからね。あまりたくさん食べない。はい。あ、こういう感じのチキンがあって、スープがある感じなんですね。はい。うん、そう。すごく並んでるよ。コンクスープはその金曜日の時しか食べれないっていう。はい、一番大人気。うん、週に1回しか会ってくれないカレーなわけで、このスープ。毎日会えないから、ちょっと余計に、あ、金曜日食べたいなっていう感じ。はいはい。でも私並んで、他のお客さんも、ちょっとラブラブトークする。もう、私のタイプじゃないよ。私並んで、スープ待ってるよ。はい。もうすぐ払うでしょ。でも、お客様、私の前、他のお客様も後ろで、ジャメイカ人。うん、はい。ラブラブトークしたい。ああ、かわいい女性とか。あなたの私のタイプじゃない。やめて。はい。そんなにナンパな感じなんだ。はい。並んでるだけで？はい、好きよ。はい。すごい。私のタイプ、役所工事っぽい。その人、はい。いつも、ラブラブトーク。うん、好きじゃない。すごいね、うん、そう、ジャマイカとキューバに1年ずつぐらい住んでた友達がいて、この子が言ってたのは、道歩いてるだけで10分以内に誰かに絶対ナンパされるって言ってる。そう、それは何ですか、年齢問わずってことですか、いくつぐらいの方。友達がキューバに住んでた時は、うん、50歳ぐらいの、うん、ちょっとご年配のスイス人か何かの女性の方が20前半の方を結婚相手として連れて帰ったって言ってたぐらい。でそれもナンパで、ナンパで、ナンパで。私見た。いやいや、そんなことやったらさ、ナンパされるのかどうかを知りたくて行きたいけど、今コロナだから行けないの。ねえ、ねえ。シドニーさん行ったら誰からも声かけられるから多分。はいはい。それが本当だったら、まあ嘘か本当かは分からない。でも既にね、ジャマイカレストランでその状況になってるんだよね。これがすごいな。あ、本当。いや、てかもうそれが見たいよな。シドニーさんが声かけられてるの。多分コロナのせいかな。コロナのせい。はい、皆さん寂しいよ。あ、寂しいから。寂しいよ。寂しいからね。はい、面白いな。はい、わかりました。ありがとうございます。では続いてかなこさん。あなたの好きなスープを恋愛に例えるとどんなスープでしょうか。私がおすすめのスープはトムカーガイというスープです。これはタイとラオスのスープで、スパイスと酸味の効いたココナッツミルクのスープ。トムカーガイは通常ココナッツミルクとかガランガル、コブミカンの葉っぱ、レモングラス、ハーブ系が入って、で鶏肉とか椎茸とかナンプラーとかで、味付けされてます。で仕上げに唐辛子が加えられることもあります。辛いです、基本的には。スープを例えるなら、関係性で言うとマンネリ化しつつある不倫仲。え、マンネリ化、また難しいとこ言いましたね。たまに食べたいし、基本的には刺激的、基本的には刺激的な味なの。だけど、基本的には刺激的なのね。そう。旦那じゃないんだ。まず基本的に旦那じゃなくて不倫なんだ。でも、その関係はもう結構続いてるわけですね、かなこさんの中で。続いて、ちょっとマイルドになっちゃってて。なるほど、なるほど。刺激的だったんだけど、うん、本当はね。そう、ここナッツミルク入っちゃって、そう、うん、
ちょっとマンネリしてる感じ。でもその関係は切れない、ずるずるいっちゃってるわけですね。そう、なんかちょっとやっぱたまには食べたい。ああ、なんかでもすごいよく、あ、よくわかる感じはするな。ここに入れるココナッツミルクは甘くなくって、そう、ただなんかこう、マイルドにさせる、まあ、ミルク、ちょっとフレーバーのついたミルクって感じかな。バイさん今どうでしたか、あの今の説明聞いて。ちょっと飲んでみたい。飲んでみたいですよね。まゆみさんからすればね、それ不倫じゃないかもしれないですからね。あ、なんかすごい新鮮な味かもしれないですよね。ワイルドなカレーかもしれないですよね、純粋にね。ああ味にするだけ。うん、ちょっと慣れてないタイプの男にね、ちょっとあーってわーこの味どうかなっていう。いいね、それぜひ味わいたい。かなこさんがマンネリ化したやつ味わいたいね。シドニーさんどうですか今。このスープは辛いですか、すごく辛い。 そんなに辛くない、子供も食べれるぐらいちょっと辛い。ラー油的なのがちょっと入ってるのかな。トムヤムくんの味がベースなので、やっぱりそのトムヤムくんはすごい辛酸っぱいので、それをこのココナッツミルクでちょっと融和させてるだけだから。はい、なるほど。あ、いいです。ちなみにこのトムカーガイですか、かのこさんどれぐらいのペースで食べるもんなんですかこれは。2ヶ月に1回くらい。ああ、2ヶ月に1回ぐらい、ね。2回合いびきしてんのね。ちょうどいいでしょ。そうそうそう、ちょうどいい。2ヶ月に1回合いびきするんだ。ああ、なんか、絶妙な距離感ですね。ちょっと忘れかけたぐらいにね。そうそう。たまにあった。わあ、おかしいな。熱くなってきた。長い関係になって。はい、わかりました。ありがとうございます。では続いて、まゆみさん。あなたの好きなスープを恋愛に例えると、どんなスープでしょうか？私が好きなスープは、ポソレと言います。で、恋愛に例えると、私好みに染まってくれるカレー。いいですね。どういうことですか、それは。はいはいはい。で、大きいトウモロコシで、まあ、ジャイアントコーンとか引き割りトウモロコシって言われるのがあるんです。日本ってあんまり見ないんですけど、その大きいトウモロコシをベースに作ったスープなんです。はい。そうで、これ美味しくて、でも元のこのポソレっていうスープ自体にはそこまで強い味がないんですよ。コンソメ系のスープって感じですね。地域によってコンソメ系だったり、ちょっと塩ベースだったり、トマトベースだったりっていうのがあって、基本それ全部薄い味なんですね。なんか優しい感じの味。で、そこに、カブだとか、なるほど、なるほど。鶏肉だとかを、まあ、いろんなものを入れるんですけど、中にはトルティーヤ入れる人もいれば、チリソースをこの上にかけて食べたりとかもするんですね。トルティーヤ、揚げたやつですか？揚げたトルティーヤ、揚げたやつも人によるんですよ、本当に。これ揚げたやつも、そのこのままのトルティーヤも切って入れちゃったりとかする人もいて、そこにパクチー、パクチーも、そうとか入れたりとかして、ちょっと刺激的な味にしたり、その優しい味のまま飲んだりとかってして自分好みにして食べるんです。トッピングがあるより、でももう入れちゃうんですよね、作る過程でというか、作る過程で入れるやつと入れないやつとがあります。本当にじゃあなんかトッピングが目の自分の目の前にあって、それで味を変えられるっていうことか。そう、だからもう私好み、今日の気分のカレーみたいな感じのスープです。なるほど。私色に染めることができる感じなのね。その説明わかりやすい。毎日食べたいね。なんか毎日結構食べれる感じなの。食べれる。そう。基本優しいから。
非常に優しいからね。ああ、寄り添ってくれるからね。ああ、いいのよ。これですね、ジャイアントゴール。粒が違いますね。シドニーさん、これアメリカないですか？It's called Harmony? 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 あ、これはそのこそれ用として売られてるときって、スーパーにはこの状態で売られてるんですよ。はい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 。で、缶の中に入ったり、なんかビニールのパウチの中に入ってたりとかしてて、そのままお鍋に投入するようにって言って売られてるんです。味は本当になくて、でも食感はトウモロコシなんですよ。食感はトウモロコシなんだ。合わせやすいっちゃ合わせやすいわけですね。いろんなそう、私の好きなやつね。まゆみさん的なこう私の好みで言うとどういう感じになるんですか？私はコスプレにかけるのはお塩とちょっとだけチリソースかけます。あ、やっぱね、刺激がないとね。ちょっと刺激が欲しい、ちょっと刺激がね。うん、真面目な彼がいいけど、たまには踏み外してくれるぐらいがいい。そう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 。この人のみたいなね。うん、ちょっとね、うん、マイミーってたまにワイルド、私にだけワイルドぐらいだね。普段は真面目なんだ。それ最高。うわ、もうなんかキューバとかいっぱいそうだからな、もう濃いのいっぱいそうだもんな。ねえ、楽しそう。はい、わかりました。ありがとうございます。